ともひろ。ちょ、やめろや。おい、ともひろ、まだか。よう出んな。昨日、プリン3つ食ったやろ。それがあかんかったみたいな。お前、緊張感なさすぎ。身も心も軽くしとかんと、いざ凶悪犯とかに出会った時に。早せな、ほっていくで。ちょっと待って、ティッシュ持ってない？ないわ。お前は？ごめん、ないわ。隣のトイレからさ、紙取って上から放ってくれへんかな。今入ってるから待ったって。わかった。先出とくわ。臭いから。なんか見える。おまわりさん、失敬。ところで、撃たれた気分っていうのはどうですか？ねえ、ねえ、ねえ、聞いてます？いや、今のとこなんですけど、まあこんな感じで行こうかなと。カモさん？カモさん？いや、あのね、むしろもうそれ以上聞きたくないんですけど、そんな撮影ほんまにできるんですか？いや、できるのかじゃなくて、やるんですよ。ちょ待ってよ、その背中に火つけるとかって言ってるけど、それで誰の背中に火つけるんだ？いや、背中に火つけるんは僕がやりますよ。耐火ジェルっていう特殊なジェルがあって、
線路までは大丈夫です。そらね、山ちゃんが自分で自分の背中に火つけるって言うんやったら何までも勝手につけてくれたらいいけど、狂っとんな。もうその壁に火薬仕掛けてバーンとかね、銃で撃たれて血がドバッと吹き出るとか、もうそういうのはどうすんの。もうそんなんできる人いないでしょ。あの火薬は資格取って、もうトイレはセット作ったら思ってます。資格セット、もうね、そんなね、もう手間のかかる大変なことはプロに任せとけばいいのよね。これ学生の自主映画なんやから、もっとコンパクトに撮影できるもんっていうかな、もっと他のとこで勝負っていうかね、いつも言ってるでしょ。もっと俺らは血に足ついたもん取らんと意味がないって。僕がやるんですから、なんでそんなカモさんが文句ばっかり言うんですか。だからね、全部準備とかすんのは山ちゃんやから、基本ね、自分の納得いくようにやったらええと思うけど、俺が聞いてんのはなんで毎度毎度そんな大掛かりなことばっかりしようとするんですかっていうことやね。もうそんなんね、言って悪いけど、中身のなさをしょうもない目先の派手さでごまかそうとしてるようにしか思えへんねんけど。大体やな、もうトイレのセットかなんか知らんけど、そんな狭いとこで壁爆発させてんやな、もう気の毒がパンパン飛んでくるやんか、目の中入ってもう刺さるやん、もう失明してまうかもしれんで。ほな、カモさんはどんな映画がいいんですか。どんな映画ってやな、まあね、あの、まあ例えばね、俺も恋愛映画っていうか、その恋愛映画の主人公をさせろっていうほど、まあ、自分のことを見誤ってはいないつもりやけど、とにかくね、毎度毎度もうクソ寒い時にもう訳のわからん山ん中とか廃墟とかそんなとこばっかり引っ張り回されて、やってることって言ったらもう血吐いたり内臓飛び出させたり、もうさ、どうしようもないことばっかりやん。今まで俺がやった役ね、銀行強盗、殺人鬼、放火魔、ホームレスで、キリスト、死神、キリストとね、死神と同じ人間がやっていいのかな。もう大体山ちゃんの撮る映画ってね、もうなんていうかな、もう世界観っていうかな、そういうものがまるでないやんか。人間っていうものがね、まるで描かれていないわけよ。もう何、もうトイレでズボンずらして銃撃ちまくる、そんなシーンね、失笑もんですよ。妙な洋画の見すぎやねん。セリフもね、そんな Z 級映画の字幕を丸ごと持ってきたような、もうそんなもんばっかりやんか。不毛やねん、不毛。ああ、空っぽやわ。すべての映画に、テーマとか、人間性とか、ね、ようわからんけど、そんなんいらんと思うんですよ。なんか血の量と残酷な描写だけで評価される映画もあるんすよ。ないよ、危ない男やな君。だね、流血とか背中燃やすとか火薬バーンとか何でもできると思ってるんか知らんけど、もういっぺんね、今まで撮った自分の作品とかっていうか自分自身をね、もう見つめ直してみた方がええんちゃうかな。手遅れにならんうちにね。カモさん、ほな僕も言わしてもらいますけど、演技力もないくせに普通の格好しとって需要あるんすか。はっきし言ってないっすね。芝居が好きやとか嘘でしょ。自分が好きなだけでしょ。目指したいだけや。だいたいね、違う役やりたいならね、なんでそんな髪の毛伸ばしてるんですか。なんでお前に髪の毛の言葉まで言われなあかんねんな。もうわけわからんな、わけわからんわ。美容師の奥さんと別れてから寂しくて一回も髪の毛切ってへんとか言うとったけど、気持ち悪いね。だいたいね、いつまでも売れんとラブホの風呂磨いとったら、それ嫁も逃げるわ。僕も逃げたいわ。恋愛映画？
あんたのラブシーンなんか誰が見たいねん。自分のこと見誤ってへんとかよう言うわ。完全に見失ってますやん。そう言うたら春日さん、小栗学生画祭とかっちゅうのにまだ入選したみたいよ。ちょっと何急に言い出すんですか。話変えんとってくれます。結構でかいスクリーンで上映されるみたいやし、これを機会に下手したらスポンサーとかついちゃうんちゃうかな。このままやったらどんどん我々と差が。僕も入選しましたよ。え、オブレ映画祭今最終選考残ってます。すごいじゃないですか。え、ほんますか。いや、なんでそれを早く先に言ってくれないのかな。いや、今から言おうとしてたんですよ。せやのにカモさんがぐちぐち文句言うから。やりましたね、監督。いや、文句ってね、いや、それはね、ちょっと違いますね。あれは、ある意味監督のラジカルでアグレッシブなそのセンスっていうか、我々の本来あるべき姿っていうのを、あえて逆説的に裏返しに表現してみて、炙り出してみたんすわ。なんていうかね、映画っていうのは革命なんですよ。ある意味革命ね。革命には銃弾と流血がつきものですから。我々もね、今後どんどん血を流していかんことにはね、話になりませんで。ちょっとさっきと言ってること全然違うじゃないですか。え、もうそんなことどうでもいいから、さっきのトイレの銃撃戦の続きもう聞かせてくださいよ。あ、また今度話しますわ。ちょっと喋りすぎて電話代もやばいんで。別にいいじゃないですか、かけ直しますから。あ、カモさん、明日は時間ないんですか。あ、明日もバイトやわ。野望を抱いて風呂磨きです。言葉に詰まったならば言ってみようよ、やややや、や、不思議と不思議なメロディーを二人を包むよ、ラララララ。社交辞令に疲れた時は言ってみようよ、やややや、や、時が止まった出世もとこ吹く風の未来よ、こんにちは。みんながみんなやややわらかに待ってまいるの、やや軽やかにイスタンブールにリバプーさえも待ってまいるの、やや、お友達。